馬込宿は中山道43番目の宿場で、木曽十一宿の一番南の宿場町である。かつては長野県木曽郡山内村に属したが、2005年、平成17年2月の山口村の越県合併により岐阜県中津川市に編入された。1895年、明治28年と1915年大正4年の火災により、古い町並みは石畳と増形以外は全て焼失したが、その後復元され現在の姿となった。石畳の敷かれた坂に沿う宿場で、馬込峠を越えた信州側の妻子宿、長野県木曽郡とともに人気があり、多くの観光客が訪れる。石畳の両側にお土産物屋が並び、商いをしていない一般の家でも当時の屋号を表札の他にかけるなど、史跡の保全と現在の生活とを共存させている。ほぼ中間地点に旧本陣であった東村記念館、島崎東村生家跡がある。東村記念館は明治、大正、昭和の3代にわたって活躍した。文豪島崎東村の出身地木曽谷の最南端にある文学館です。当館では夜明け前、嵐などの作品原稿、遺愛品、周辺資料など約6000点を所蔵。幕末の1861年、甲武合対策で京の和宮は江戸の徳川家に嫁ぎ、その起こし入れ行列が中山道を延々と通った。中学生をはじめ地域の人たち約100名の参加により、皇女和宮の奉火行列を再現。さまざまな時代装束に身を包み、馬込宿を練り歩く。これがさすがまでが姫様そう、だと思うんだよ。優しい心で勝つのかな。お兄ちゃん、来てよ。お兄ちゃん、来てよ。
江戸の頃、高貴な身分の宿泊や休憩に備えて宿場には本陣、脇本陣があり、藩の保護を受けていました。馬込宿の脇本陣は屋号を八幡屋といい、馬込宿の年寄り役も兼ねていました。明治28年の馬込宿の大火で建物は焼失しました。馬込脇本陣資料館は当時の脇本陣の上段の間を復元し、当時使用していた家財や銃器を展示するとともに、江戸の頃の木曽路の独特の文化や制度を紹介している。